アニョハセヨーテハッピーです。ちょっと韓国版続いてましてすいません。今回の動画は韓国版のデラックスシフトトライドロンです。タイプトライドロンに変身するためのシフトカーです。横のは日本版です。比較を含めた音声だけは先にアップしておりますので、違いだけさっと知りたい方はそちらの方をチェックしてみてはいかがでしょうか。パッケージ裏面は軽い遊び方説明なんですけれども、当然のことながらハングル文字オンリーなので全く理解できません。まあ見た感じ大体の遊び方は読み取れます。でも文字が全く分かりません。こちらが中身です。まあ取説も当然ながらハングル文字、シフトトライドの1個入ってますよだけはね、なんとなく分かります。で裏はアルファベットで書いてある LED だけ読めます。はい、外観は日本版と全く一緒です。この天井面が鏡になってて、中が光ると透けて見えると。正面の赤いボタンが変身ボタン、そして裏面の黒いボタンがコンボボタンとなってます。裏には認識ピン、そして電池、装填口のカバーと絶縁シートです。はい、この左側が日本の国内版です。外観は全く同じです。それでは早速鳴らして遊んでいきましょう。まずは絶縁シートを引き抜きます。ランダムで運転変わろうのボイスが鳴ります。続いてこのコンボボタン、はい、そしてかき混ぜるのボイスのみの比較です。はい、シフトトライドロンの韓国版でした。あっちは番組放映と同時に一気にドカッと
アイテムが出ちゃうんですよね。番組の内容に準じてアイテムがリリースされるのではなくて一気に出てしまう。さらに聞いた話ですと TK シリーズのマッハとチェイサーの発売がなかったり、あとはデラックストライドロンも発売がないようなんですよね。なので必然的にミッドナイトシャドウがなかったり、その他にもシフトカー未発売のものがあるって聞きました。番組では出てるんだけども玩具での発売がないっていう、ちょっとおかしな販売形態だそうです。収録ボイスの声優さんも、まあ、大人の事情で新規の収録してるそうです。国が違えば文化の違いもあるので様々な違いがあります。仮面ライダーですと1年遅れなのかな。ガイムは放映なかったのは和風テイスト鎧武者っていうのでアウトだったらしいです。真剣じゃもそのような理由みたいですね。そうなるとニンニンはどうなんでしょうかね。とても興味深いところです。まあ、プリキュアでいうと2年遅れなのかな。今ハピネスチャージがやってるって言ってました。やっぱりプリキュアの玩具なんかもあっちのボイスなんでしょうかね。玩具の動画 YouTube で検索して見てみたいんですけど、ハングル文字がねやっぱり壁ですので大変です。以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。